はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。緑様、和子様、みゆき様、津島陽子様、お手紙も、ひとみ様、お手紙もご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。政治活動資金として活用させていただきます。ひとみ様は日本の将来が心配だと。で、自分は石破か共産党の候補しか選択肢がないところなんでって、いうことで、お手紙いただきました。津島陽子さん、一足早いんですけれども、バースデーカード私のいただいちゃいました。7月29日生まれであります。私、同じ誕生日として岸田文雄やだー、 C 和夫やだー、泉健太、ムッソリーニっていう人がおります。7月29日までね、バースデーカードありがとうございました。あとですね、津島陽子さん大阪出張に行く機会があって、愛林地区を探検してきたので、したら昼間から酒飲んでるおっさんだの、外国人がやたら多くて、あとですね、なんか乳がんになられちゃって手術になっちゃった、およよなんて書かれてましたけども、なんて言っていいんだか、頑張ってくださいっていうのもちょっと酷だし、お気を弱くされずに、ご病気に立ち向かいましょう、そうしましょう、という感じでですね。みゆき様ってみゆき様なんでしょうか。1日にもご支援くださったばっかりなのに、みゆき様も顔がツルツルです。共同通信、日本各地に、モスク計画続々、資金集めに SNS、 イスラム教徒相互扶助の精神は国境を越える。うわー、国境を越えたってことは外国のイスラムからも寄付、日本にモスク建てろみたいな、日本中で土葬墓地よこせって言い出すのも時間の問題ですね、これ。世論です。法を守って作るなら何も問題なくない？イスラムの掟しか守らないから最悪だぞ。1日5回も祈るんだからトラブル起きないわけがないんですわ。そのうち土葬を叫び出し、スリーパーがどんどん送り込まれる。彼らに相互扶助なんて精神があったら、イスラエルといつまでも争ってないだろう。宗教施設を作らせるのはマジやめた方がいい。統一教会がーって言ってるやつはイスラムなら許すのか。池袋の隣の大塚駅に、モスクがあってですね、大塚駅前はイスラムっぽい通行人が多いであります。コテコテの中東系は少ないんですけど、インドネシアと思われるイスラムの方が多いであります。欧州のようにですね、時間だっつって道路の真ん中で礼拝始められると厄介ですね。増えてきたら厄介もしんないね。インドでそれやってたイスラムが警官にボコボコにされてる動画見たことありますけれども、インドではそれでいいけど、欧州でやったら差別がとか言われて遠慮してんですかね。それとも数が多くて群がってくから厄介で放置してんのか。日本全国にボコ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 モスク立つようになったらどうなるかっていうとですね、従来の神社仏閣の破壊が始まりますね。イスラムは他の宗教すべて邪教ってみなしてるんで、共存はありえないんですよ。社員に日本人はいない、共同通信相互扶助とか言ってるけど、それイスラム同士だけの話でね、他を認める教えならイスラエルといつまでも争ってないし、世界中でトラブルを起こしてないんですよ。イスラムの教えがですね、日本の法律よりはるかに上で、そのうち勝手にですね、その辺に遺体土葬し出すことを危惧しております。モスクなんかできたら余計ですわね。土葬禁止法の制定を強く希望いたします。そうすれば永住希望者も減るだろうし、日本はあれなんだって、土葬ダメだから、うっかり旅行行って、事故にあったりしても困るよねということで、
まあ、来る人も減るといいなと思っております。難民申請2回まで、新入管法がいよいよ明日10日から発動。ミャンマー軍事政権に逆らって逃げてきたロヒンギャ族の男38歳、命を守らない法律だと批判。強制送還され帰国したら命の保証はない。どうすればいいのか。知らねえよ、そんなの。なんか渋谷でデモやったらしいですね。こいつら。こんなお涙頂戴の記事でですね、入管法に反対するの時事通信かと思ったら時事通信でした。世論です。なんで他国の政治行政の責任を日本人が取る必要あるんだよ。俺には事情があるから不法でも滞在させろってふざけんな。難民認定されにくい日本を選んでくるのがおかしい。祖国以外に逃げればいいじゃん。日本以外の好きなところに勝手に行くよ。ミャンマーの政権はひどい。許さんぞ日本政府の意味がわからない。命を守らないのはミャンマーの政権であって日本の法律ではない。二度も却下されている時点で日本政府の難民認定基準を満たしていない。だから諦めろ。今までが甘すぎ、ざるすぎただけ。帰国したら殺されるとか言ってるけど、記事には民主主義民主化運動に参加命がけだったってあるけど、命がけだったんだから殺される覚悟は当然その時悲惨じゃないの。なんで日本で難民申請参加してるうちに覚悟がくじけてよ、帰国したら殺されてるって言い出した。命がけでやってたんでねえのか。殺されることも覚悟して民主化運動やったんだねえの。命を守らない法律だって、いやいや、命を守らないのはミャンマーの軍事政権であって日本の法律じゃないでしょ。時事通信読者はこんなんで騙せるバカ揃いなんすかね。帰国すれば、日本政府は日本から出てってもらうだけで、ミャンマー以外の好きなとこ行けばいいんじゃないの。知らねえよ、そんなんて話でね。弱者を救済する私は良い人。いい人ぶりたい界隈の心には響くかもしれないけれども、日本人以外は正直どうなってもいいって考えてる私の心には、1ミリも響きませんね、こんなのは。厚労省が移住外国人に年金加入を徹底させる方針、老後の安心のためと記事にあるんで、永住資格を得た外国人が対象でしょうね。世論です。今までなかったことにびっくり。今までどうしてたの。徹底じゃなくて日本人と同様に強制加入にしろ。今まで何を遠慮してたの。ふざけんな。新たに移住するじゃなくて観光客以外からは全員徴収せよ。留学生とか実習生、ですかね。日本で暮らしたいなら払うべきだな。払わないやつは永住資格取り消し、強制送還で問題なし。国民年金法の年金、国民とは一体。これで永住希望者減るといいな。10年以上日本にいて税金をきちんと払い、前科もない善良と思われる外国人に与えられるのが永住資格ですね。故意の税金、社会保険料滞納、禁錮刑で永住資格取り消しにできる法改正が今国会で成立予定なんですけれども、昔は違ったんですけど、年金はですね、今年金滞納すると口座凍結や資材差し押さえがある年金税と化しております。昔は違った。ここまではやられなかった。なので、小泉純一郎元総理なんかも、年金払ってないってことを過去に、払ってなかった期間があるってバレて、なんかいろいろやってましたよね。なので年金を滞納するとですね、永住資格取り消しになりますね。これで日本人が得をするのかしないのかっていうのが問題なんですけれども、年金がない永住外国人が増えるとどうなるかっていうと、役所に駆け込んで生活保護申請するやつが増えるんじゃないかと思われるんで、払わせた方が、年金に入らした方が、払わした方が日本人にとっては得と思われます。永住資格取り消し法案はこれを見据えてのことだったかもしれないですね。何にしても日本人の得になりそうなら歓迎であります。徹底的に取り立ててですね、払わないなら永住資格剥奪と強制送還よろしくお願いします。岡田克也来たるの立て看板を放置し、森谷氏に113枚を撤去させた立憲茨城の梶岡博樹、ボランティアスタッフの認識が間違っていた、市による一方的な強制撤去により立憲民主党が要請に応じなかったかのように報道されていることは極めて残念であり違和感を覚える。もちろん炎上。なんで黙って謝れないんだろう。バカなのかな。世論です。スタッフがなんだこの小学生みたいな言い訳は、スタッフの
監督責任があるだろう。こんなのが政府になるなら選挙違反でも何でも政府になりそう。市側は立民に再三撤去を要請したがと言ってるようだが、嘘つきで草。こういう叩くんですか、野党なんですけどって態度がムカつく。スタッフが悪いな、お前らが悪いということだろう。立憲のボランティア最低だな。立憲のボランティアは災難ですね。正にされちゃってさ、もう手伝わない方がいいですよ。立憲の手伝いしない方がいいですよ。立憲はバカが揃ってるから、こんなしょうもない炎上不可避な言い訳してね、黙ってるん。結局は俺は悪くないって、言いたいようなんですけど、他者には散々ですね、監督責任がーとか任命責任がーとか言ってきたのに、スタッフのせいがまかり通るなら、駐車違反も選挙違反もあらゆる犯罪がオールオッケーになっちゃいますよね。そんなこともわかんないから、野党第一党なのに支持率が 5% から 8% しかないんですよね。改心したり勉強したりせずに、このままバカのままでいて滅びてください。ニコニコ動画サーバーダウン、一晩経っても復旧せず大規模サイバー攻撃を受けましたと説明しているが、本当はどうだかわかんないです。世論です。全サービスダウンしとるな。ニコニコって攻撃する価値あるんか。国会中継流せるプラットフォームは NHK とここだけだし、関係あるかもな。動画は見てないけど、漫画止められると辛い。ハッカーの腕試しの場になってるんじゃ。保守の誰かがヘマやったのをサイバー攻撃のせいにしてるだけかも。最近はシステムエンジニアが設定ミスってもサイバー攻撃、ということにしとけばいいという風潮がある。まあセキュリティ許そうだし、個人情報だけはいっぱいありそうじゃん。ニコニコは WHO の見解に反する動画も削除されないので、今となっては貴重なサイト。圧力に屈せず情報発信しているようなとこは潰されるんだろう。まあセキュリティね、ツベよりは緩いでしょうね。ツベなんかもガチガチでしょうから。私もニコニコは動画アップしてるんで困ってます。今も復旧しておりません。ツベと同じ動画なんですけど、ニコニコ政治カテゴリーに、ニコニコ動画政治カテゴリーにアップしております。昨日の夕方開けなくなってて、使ってるんですね、古い古いパソコンが壊れたんだが、ネット接続が途切れたんかと思って焦っちゃいました。中の人たちは今必死で復旧作業してるんでしょうけど、まあゆっくりでええですからね。今日の単身時事通信、ガースが高く評価する次期総理候補は石破と小泉進次郎。あら、同じ神奈川閥の河野太郎は逃げ太郎はどうしちゃったの。時事通信からも候補から外されちゃったんですかね。中共ロゴ問題やらマイナカードゴリ押しの恨みを一身に受けたんですかね。マイナ保険証、まあ右からも左からも嫌われて、太郎好きな人って全然見かけませんもんね。右からも左からも全方位から嫌われて、連れ合いが外国籍、社民党副代表、連れ合いが外国籍、社民党副代表、大椿優子。民主主義イコール多数決という理解がそもそも誤りでは。ああ、どこ行っちゃって。自分だって選挙っていう多数決で、議員になってんのに何言い出すんだこの人。いい感じに狂ってるよなこの人な。民主主義の根幹はベンサムのですね、最大多数の最大幸福であります。議員なのにそれ知らないんでしょうか。絶対正義っていうのを誰も決められないから、賛成多数をとりあえず正しいものとして進めようじゃないかっていうのが民主主義ですよね。民主主義は多数決ではないって聞か前のあなたの祖国ではそうなんでしょうね。連れ合いの祖国ではそうなんでしょうね。北朝鮮人民民主主義共和国でしたっけ。あそこって民主主義でもなんでもないし、元首不在の共和国でもないよね。どっちかっていうと金王国みたいな王様いるじゃん。共和国じゃなくないって話。とある経済学者の、女性が格下を養うことはないので、女性の地位が向上するほど社会は痩せ細る、説が SNS で紹介され賛否両論。つまり男は格下を養うって、子分とか手下とか、そういうのを集めて、その上から下に
お金を循環させるってことが言いたいんでしょうか。女性は子分集めたりしないんで、それがないってことなんでしょうか。女性はグループ作りたがるんじゃないのかな。ボスおつぼねとかいて、そういうグループ作るんじゃないの。発狂フェミが群がって反対がやや優勢でありました。そうかもねって思った人は書き込まないしね。私自身の意見は控えさせていただきます。逃げてるようですけれども、その通りです。逃げました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。